実は今日は皆さんに本当にお礼を申し上げることが最初だと思います。今日びっくりしたんですけども、文春オンラインの方の記事で見ましたらね、好きな YouTuber っていう、あれがランキングがありまして、それですね、なんと私がですね、いろんな有名な人がいらっしゃる、タレントの方とかね、いろんな方がいらっしゃる中でですね、私は9位に入ってる。聞きましてね、もう、はっきり言って、初め驚愕でした。で、記事を読んだらですね、本当になんか、本当に、そういうところを見ていただいたのか、ということで、本当に、はっきり言って緊張しちゃうような、内容をいただいて、まあ、それは高く評価しすぎなんじゃないだろうかと思いつつですね、でも、まあ、皆さんが、テレビに飽きたりしてですね、YouTube に求めていたものの一部をですね、私がこう、まあ、提供し得たんだな、ということで、とってもなんか嬉しい思いをしました。また、同時にですね、こういうランキング入ったのはですね、本当に皆さんのおかげでありまして、思い返せばですね、2019年に始めたんですけれども、まあ、割とですね、早くね、収益化もできましたしね。はじめやっぱり、今思い返すとね、すごいな、動画を、数千人の人が見てくれるのか、なんていう感じで、喜んでて、1万超えたよって、嬉しくなってね、やってたらですね、例えば最近ならね、こんなことは起こっちゃいけないんですけどね、本当に10万再生ぐらいが一晩でいくようなものも出てきたりしてね、中には累計でですね、当たってるもんね、例えば、未だに私を非難するしてるけどね、刈り上げくんのやつなんて140何万、150万近いですよね。私は、ね、全く訂正する気ないんで、私、未だに情報入ってますんでね、悔しかったら、外交の場で首脳会談の一つでもやってみたら、一つわかるのになと、全然やんないわけですよね、3年間ね。まあ、そんなことを考えたら、はっきり言うとですね、こういうことは、生意気言っていいと思うんですけどね、私の言った通りになってるんですよ。で、それが悔しいもんだからね、ガンガンね、しかも、後ろにはですね、あちら側がいるっていうのもわかってます。で、あちら側が言ってるのを流したのをですね、まあ、はっきり、根拠なんてのは、プロパガンダで流してる映像を見てですね、似ても似つかないのが出てきてるのはね、出てきているから、信じ込んじゃうっていうね、まあ、プロパガンダに弱いんですね、みんなね。まあ、そういうことであるとかね。あと、意外なことにですね、まあ、皇室問題のこと、特に、経験問題のことも評価されてるっていうのは、本当ありがたい。で、私の思いをね、なんか、そういう意識してやったつもりじゃないんですけども、私は決して客観的な人間であるつもりはないんですね。悪いことは悪いで、自分のできることで、悪さは正していこうという思いがありますので、まあ、本当のところはね、報道をすれば、真実というものは、その人の心に入ればね、それが物質的な力にもなると、人々がこう反対行動をするとか、選挙で投票をするとか、あるいは声を上げるってことありますよね。本当に、この間経験した中でも、私は今でも忘れられないのがですね、ある司法試験を受ける方がですね、まあ、こういう流行り病になってから、1000人ぐらい集める会場に入れられて、どういうことなんだということで、抗議電話をみんなで入れようって話をやったらですね、立ちどころにですね、法務省の方はですね、態度を変えるとか、そういうことも経験してきましたよね。だから単に、いろんな世論っていうかね、いろんなニュースを伝えるだけじゃなくてね、ニュースをどう使ってね、正しい方向にするのか。まだまだ私ができていることは単調的に過ぎないですよね。本当に今ちょっと本当のことを言うと、まあ、今日は実はロシア大使館に行ってですね、私が招聘委員をやらせていただいてるですね、モイセーフバレエ団のね、面々が、来日しましたので、まあ、歓迎レセプションをね、ロシア大使館とですね、我々、実行委員会のですね、共催でやったわけなんですね。で、まあそこを行ってきて、で、まあ日本の方もね、大勢いらして、まあモイセーフバレエ団80人ぐらい来たのかな。で、日本側が50人ぐらいいて、で、まあはっきり言うと、まあ
著名な方もいらっしゃったんですけどね、政治家いなかったっていうのは、ちょっと胸をなで下ろしたんですが、でも皆さん結構私の動画を見ていただいてね、でロシアの大使館に来るような人ですからね、ウクライナのことは本当困ったねって話もね出てましてね、いろいろですね、ずっと取材して得た情報とかね、その中で聞いたですね、現地の人の声とか、ロシアの人たちの声とか、そういうのをね、いろいろですね、情報交換しちゃったりってもしましたけどね、本当にニュースっていうのはね、人々の意識をですね、しっかりさせてですね、行動に変えるって力があるもんなんだなっていうのを今日も思いましたね。本当に、今ですね、私もうあちこち行きますけどね、今ヨーロッパの多くの国で、こういうロシアの音楽とか芸術を紹介するのも法律じゃないんだけどね、禁止するっていうね、政府の命令で禁止するとかね、わけのわかんないね、一体どこの時代の話なんだっていう話が、横行してる中でね、幸いですよ、日本だってロシア嫌いの人いっぱいいるし、姫に会った人もいるからね、シベリア抑留とかね、引き上げの時にね、あるいは、その、いろんな意味でね、反感を持ってる人もいる中でね、しかし、ロシアの、そういうバレエ団がね、来て、講演ができる。幸いですね、私も心配してですね、ちょっと皆さんにご協力いただいて、チケットも準備してですね、皆さんにお願いしてですね、来ていただくということも企画したんですけどね、幸い全部ですね、裁きましたが、それだけじゃなくてね、今日ですね、主催の事務局をしてる人を聞いたらですね、ほぼほぼ全部ね、チケット売れたっていうことだったんですよ。本当良かったと思うけど、日本のなんていうかな、そういう意味では、日本の人たちの冷静さっていうのをね、非常に感じてね、本当に嬉しかったですね。私もそういう中で、これ特に何かやったわけじゃないけれども、やっぱりね、日本の中で冷静さを保つっていうことを、一つ、これで示そうじゃないかっていう思いもあったので、本当に良かったなと思ってます。本当にいずれにしてもですね、こうしたこと、例えば、率直に言うとね、いろいろ、これ、今回の文春の記事っていうのは取材を受けたわけじゃないですけどね。でもコメントが嬉しかったですね、一つ一つね。そういう中で、客観的にですね、やってるっていうふうに見てくれてる人が多い。客観、本当の純粋な客観なんてないですしね。私も限られた中でやってますけど、テレビ局には負けないようにやろうと思って、リサーチャーっていうのも置いてですね、それこそ紛争地のウクライナからもですね、直接情報も得てる中でいろんなことをお伝えしてる。ただ伝え方気をつけないとね、リサーチャーもですね、現地で命かかってるんですよね、今ね。下手にですね、外国と iPhone なんかで連絡を取ってると、スパイ容疑かけられるっていうような危険がね、あるわけなんですよ、ウクライナは。で、そういう中でね、いろんな形で集めたものをね、ちゃんとお届けするということをやってきて、それが評価されているというのは本当に嬉しい限りなんでね、そこをですね、重視してやると。で、今後ですね、はっきり言うとですね、私を支えていただいているのは、こうやって見ていただいている方、聞いていただいている方、またですね、今日ももう早速ですね、スパチャ投げていただいてますけど、こうやってスパチャ投げていただいたり、支援講座にですね、支援していただいたり、あるいはですね、メンバーシップに入っていただいたり、あるいはインテリジェンスウェポンで ID サロンをやらせていただいてますけどね、毎日頑張って出して、ね、決して安くない設定なんだけどね、ずっとですね、続けて読んでですね、それを広げていただいている方もいるんですね。皆さん本当自分の興味、私意外と間口広いんで、興味を持っていただけるところでね、ご協力いただけたら、それはもう私としてはね、嬉しい限りなんですよね。よく言われるように私はその、どっかの宮家を傷つけるとかそういうことが専門じゃ決してないんで、本当は安全保障問題なんかをね、ライフワークにしてる人間なんですよ。著書もあるし、そんなにベストセラーになってるわけじゃないけど、結構な読者を抱えて何十年、共産党の議員秘書をやってるとこからやってますからね。で、その、軍事問題の時は客観的にやってきたんですよ。で、よく聞かれる、これは改めても、最近新しい人が増えたのかなと思うんですけどね。私のチャンネル2つ名前が並んでるのはなぜかっていうとですね、前に並んでる古瀬光晴って名前で私はもう、それこそ40年近くものを書いてきたんですね。で、本名を出したのはごく最近なんですよ。
桐生と YouTube を始める、ちょっと、前ぐらいですね、YouTube 始める前に講演を、することが結構増えまして、そういう時にですね、政治的な経験を踏まえた話をする、政治の話をするときはね、本名でやろうと。軍事問題はね、私のそのペンネームで、本を買っていただいたり、あるいはですね、勉強会のテキストにしていただいたりってことがあったんで、両方使うということでやってきたんですね。で、そもそも YouTube をね、始めた時も、軍事問題もっとね、やろうかと思ったんだけど、まあ、率直に言うとね、やっぱり、自分が一種、独り立ちしたテレビ局みたいなことやってるとね、いろんなニーズに応えて、いろんなことを、方がこう、見ていただかないとね、はっきり言って、生活も成り立たないし、取材活動なんかましてダメだと、いうこともはっきりしたんだよね。まあ、いろんな形でやってるわけです。ただ、私のポリシーとしては、なるべくですね、おもねらないでね、やろうと。だからはっきり言って、最近はものすごく圧力強いです。で、圧力の具体的な話をしますとね、例えばですよ、かなりいろんな言論人なんかにですね、ああいうふうにね、皇室攻撃をやってるやつのチャンネルには出るなっていうね、圧力がかかってるんですよ。でも、だからそれだけにね、今出ていただいてる方いらっしゃいますよね。そういう方本当ありがたいなと思います。で、またそういう方たちは、本当にですね、私と、まあ、いろんな細かいところでは見解が違ったり、まあ、大きなところで違うところもあるんだけども、やっぱり自分のね、掴んだことをね、きちんと伝えようと責任持ってね、誰かにおもねったり、例えば、雑誌に書かせてくれなくなって、ね、はっきり言われましたからね、私ね、もう、 うちの雑誌で書けませんからとかね、言われましたけどね、そんなのも屁でもないですよ。今そんなことをやってるからね、読者が減ってるわけで、同じ雑誌書いてもはっきり言って、だんだん、出るもん減ってきたりしたんですね。前だったら取材費は、原稿料が低い会社は取材費なんかを出してくれたりしてたのはね、取材費なんか出ないのが前提で、で、この原稿費だけでやれと。お前、俺たちはね、どうやって食えって言うんだよと。で、お前たち編集者はね、それを集めてね、食ってるじゃないかと。いうようなまあね、矛盾感じてたんですね、物書きとしてはね。まあ、変な話ですけど、この今の時代っていうのは、本というものを出したければ自分でも出せるんですよね。出版社にこう、あれしなくたって、別に、電子書籍で出すのは簡単ですしね。まあ、編集者ちゃんと使いますけどね。紙の本にするんだって、今、皆さんね、例えば私も、ミリタリー市民もあったりして、コミックマーケットとかね、ワンダーフェスティバルっていうのも、ああいうとこも行って仕事したことありますよ、講演したり。で、同人誌を売ってるわけですよね。ああいう形で出すっていうのも今簡単にできるわけですよ。簡単って努力しないんだけどね。だからもう、何でももうね、自分で発信するということをメインにやる。で、そこでニーズに応える仕事をして、皆さんに支えていただくと。皆さんのお支えはですね、本当に、頭下がるよ、思いがするぐらいですね、ご支援いただいている方もいるんですが、本当にね、できることで今日、例えば本当スパチャっていうのは、極端な話何十円でも投げられるじゃないですか。で、それがやっぱり積もってくると本当にね、大きなものなんですね。いや、そういう点はね、本当に皆さんの、これからも、河原のご支援でですね、やっていきたいと思いますので、何卒ですね、今後とも、知った激励をお願いしたいと思うんですね。ということで、今日はですね、文春オンラインでですね、ベスト10入りをしたと、本当に、これ皆様がですね、押し上げていただいたということですので。皆様ありがとうございます。はい、金井さんがとうとう黙ってられて、介入しましたけどね、介入というか、そういう気持ちなんですよ。一緒にね、二人三脚でやってるんですよね。よく内助の方というか違いますからね。二人三脚でやってますんで、顔はね、いろんな面で出せないんだけども、すべてですね、やってることは全部日々相談しながらですね、新しいことに挑戦してるんですね。皆さんに、ある意味娯楽性もね、娯楽性のあるものも提供しなきゃならないし、含まれることも言わなきゃならないけどね。こういうことはすべてですね、二人で、よく相談した上でやってることだし、金井さんはですね、金井さんなりのリサーチもしてるし、またリサーチャーをまとめていただいてるんですね。私が直接つながってる人も外国の人なんかいますけどね。うちはですね、まあ、これくらいになったから、そこそこ収益もあります、けども、うちは使うの多いです。
まあ、どっかのね、あの、有名な方はなんか、急にこう、お金をバッと使うっていう、あれはあれで面白いんですけどね。私は、必要な時はですね、海外のですね、情報を取るので、エージェントをですね、使っていろんなことをしてます。まあ、定期的なエージェントもいれば、臨時のエージェントもいます。そうしないとね、はっきり言って、これは人の悪口言うわけじゃないんだけど、新聞読んでてそれらしいこと言ったってね、ダメなんですよ。新聞自体はもう180度違うこと書いてる時代ですからね。ですから、なるべく可能な限り生で使うんで、その時判断の間違いがあったってね。生に基づく一つのね、ものを伝える中で、皆さんにね、得てもらう。私の言ってることを鵜呑みにすることはないんです。私のこうやって届けてるものをから断片を拾っていただくということで、皆さんがまたね、お役に立てればと思ってますし、あと同時に私がポリシーにしてるのは、間違ったことに対する怒りは一緒にしたいと思ってます。まあ、それが、KK 母の告発につながったりもしてるんですけどね。しかし同時にね、本当の意味で、こいつをやっつけてやろうとかそういう人って実はいないんですね、私はね。どうなんだって問題は突きつけます。ただ、あれですよ、社会的意義のない人は相手にしませんよ。これは言っておきます。だから私は今は KK 母という人がこれか、今は多分行き詰まってるんだけどね。まあ、もし私と対話するなら、したらいいという考えで、います。その時は、単に糾弾するんではなくて、どうしたら、真っ当になれるのか、真っ当じゃないっていう自覚をしてほしいんですね。真っ当になれるのかということは、じっくり私は話をしようと思ってます。私は私の考え方がありますんでね。お縄を頂戴して入るっていうのは一つの手ですけどね。それができないというのはどういうふうにするのかというやり方もあります。情状酌量ってものは世間にありますからね。まあ、そういうことも含めてですね、皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。